支援をかける意気込みと、西東京大会を制した選手の紹介を頂戴いたしたいと存じます。小倉監督、どうぞよろしくお願いいたします。うちの選手たちはですね、今年3連覇ということで、3年連続の優勝ということのプレッシャーよりもですね、何かこう負けてはいけない、何か勝って当たり前、先ほどの師匠さんが言われた通りに、何かこう勝って当たり前のような中でのですね、プレッシャーというのが一番大きかったんじゃないかな、その中でやってる選手たち、本当に監督としてですね、よくやってくれた、本当に感謝しております。準決勝、準決勝までですね、行動で行き、そして準決勝、力のある創価高校さんで、去年の秋、9回3対1で勝ってたところ、エラーが3つ出ましてですね、同点に並ばれて、延長戦でホームラン打たれて負けた、力のある創価高校さんでしたので、このゲームどうなるかな、心配もありましたけども、選手たちが7点、コールドっていう素晴らしい野球をやってくれて、決勝に進出することができました。決勝ではですね、都立日野高校さん、勢いがあって、打線も思い切ってこうバットを振ってくる、ちょっと嫌なチームでありまして、特に都立日野というですね、都立を下に見てるわけじゃないんですけども、絶対に負けるわけにいかない、でも3番の応援のですね、観衆がどこまで日野高校さんを応援しているか、本当に多くの日野高校の応援の声が強くてですね、その応援の中でうちの選手たちがしっかりと力を出してくれた、本当によくやってくれたこの夏の大会だったと思います。昨年は皆さんの前でですね、なんとか優勝に持って帰ってきますということで言わせていただいたんですけども、1回戦敗退という恥ずかしいゲームで帰ってきてしまいました。今回、東京大会で力を出してくれてですね、東京だけでなく評価としたら A っていう評価もいただいてですね、また甲子園に行ったら負けるわけにはいかないゲームの重ねになるんですけども、何とかこの選手たちと1回戦しっかりと戦ってですね、上に進めるように頑張ってきて、ここにまた皆さんに大きな優勝旗を持ってですね、帰ってこれるように頑張っていきたいと思います。また応援のほどよろしくお願いいたします。